東京五輪の選手村に入村した韓国選手団がいきなり波紋を呼ぶ仰天行動に打って出た。韓国紙、国民日報などが入村した韓国選手団の様子を報道。選手村に着くなり驚きの行動に出たことが明らかになった。3フロアにわたってベランダの壁面に大きな韓国国旗を数多く掲出。さらに真にはまだ5000万国民の応援と支持が残っておりますと書かれた横断幕をかけた。これは人心和乱文禄の役の時、朝鮮の海を守った李春新将軍が真にはまだ12隻の船が残っておりますという言葉を先祖に捧げ戦場に向かった。選手村に入村した大韓体育会のスタッフが国家の代表選手たちを盛り上げるためにこのフレーズを応用した横断幕を準備したのだと、韓国で英雄視される李春新の言葉をもじった横断幕まで掲出したのだ。李春新は豊臣秀吉の朝鮮出兵に抵抗した反日英雄として韓国では神格化されている。そんな反日の象徴を持ち出して日本と当時の朝鮮の間の戦争に関連した言葉を選手村に掲げたことは大きな波紋を呼びそうだ。日韓の間には東京五輪をめぐって竹島、韓国名、独島の表記や旭日旗使用などをめぐって火種がくすぶっており、早くも不穏なムードが漂ってきた。